おごめーん。大分の高知ち親方です。今回ですね、今私は熊本の阿蘇ですね、の大観望という場所に来ております。まあ阿蘇のこのカルデラ、窪地のですね、北側にあって、まあこれ絶景スポットなんですよ。もう九州来たら一度は見ておいたという場所の一つでございます。 ま、今回この阿蘇大官房の、ま、エピソードトークですね。まあ、大官房と、ま、その近くにある、ま、ミルクロードなどのですね、えー、思い出、まあ、阿蘇の思い出もちらっと語る予定でございますので、どうかですね、まあ、観光ついでに、そして、ま、私の個人的な思い出など、聞いていただければ幸いです。それでは、お願いいたします。さあ、この大官房というですね、名前ですが、まあ、大きく見る、 ですね、峰、まあ、山のです、ね、出っ張りのことなんですけれども、これ、名付けた方、ご存知でしょうか。これは、徳富祖峰さんという方ですね。熊本出身の、まあ、ジャーナリスト、記者の方でございますね。新聞とかのですね、報道の。えー、まああの、徳富祖峰、ロカ兄弟ということで、非常に熊本県では有名でございます、まあ。熊本県ご出身でですね、あの、確か水俣出身だったと思います。 でその記念館ですね、徳富記念館というのが、あの熊本市のです、ね、中央区大江あの消防署の裏です、ね、白川中学校の近くにございますので、もしあの機会があればあのご覧ください、あの非常に面白いところですし、えー、まあそういうふうに名付けられた大観望、まあ、国立公園内にあって、本当に眺めがいいんですよね。 まあ、いわゆる、このですね、カルデラという地形で、後ほどちょっとご紹介いたしますけれども、この見晴らしがいいんですよ。とにかく。あのー、まあ、一番おすすめの時期。今、この時期はですね、あの、野焼きで真っ黒になっている風景。そして、えー、5月ぐらいになると、今度水田、水を張りますね。それがね、ほんと鏡のようになって綺麗なんですよ。そして、秋10月ぐらいになると、 今度はススキのこのクリーム色の茶色のですね、眺めが本当にあの素晴らしいんですね。あのー、まあ、大体大官房っていうのは本当定番中の定番スポットでございまして、もう私も結構行きましたね。家族でも行きましたし、そしてあの大学でもね、あのサークルとか、まあ、授業の一環でも行きましたし、 まあ大人になってもこう例えばあの青年団の関係で東京から来た方ですね、まあ、出身は静岡なんですけれどもその方をこう、まあ、熊本に連れてった時にね大観望景色にも圧倒されてましたし何よりそれ以上にその大観望で行われていた猿回しにはまってたようでですねまああの阿蘇も猿回しの文化ございますけれども本当この大観望、まあね、ツーリングの人も多いですし観光も多いですし。 であのー、大人になって私は大,人いや大学生の時ですかね、えー、授業で内の巻という、まあ、この大観望のふもとにある温泉地域で、あのー、日本史の調査実施を行ったんですがその休憩時間に大観望行った時にたまたまあのー、大観望で熊本市の小学生がキャンプをしてましてでちょうどその時にあの子供とふり合わあ私、のー、サークルに入っていましたので、まあ、私は授業で。 で、たまたその,そのサークルの後輩とか、補給生が、その大観もキャンプ聞けて、おお、親方何しようの <laughs> っていう感じで、あんたこそ何キャンプで来ちゃうのみたいな感じで、えー、交流したのを覚えてます。あのー、まあ、このちょっとですね、えー、補足ですけれども、えー、この、まあ、朝のちょっと、朝をこう見た際にですね、こう、カルデラという言葉も出てきますし、 そしてこの草原という風景,です、ね、風景が出てきますけれどもこちらについて簡単に説明いたします、えー、まずですねカルデラという言葉が出てきますこれはですねあの火山でできたこうくぼんだあの、まあ、出っぽすね穴というイメージで捉えてください、まあ、この阿蘇の山というのは今そのいる大観望というのは北の、まあ、外輪山といいまして北のこういわゆる山の淵なんですね で、真ん中に、まあ、奥に見えるのが、ええー、いわゆる一般的に、まあ、阿蘇の山々といったら、こちらを思い浮かべるでしょう。阿蘇語学という、まあ、中岳とか猫岳とかあるんですけれども、それがあって、さらにそのまた南にですね、南外林山という、ええー、またこう、屏風のような、こう、岩壁が、というかですね、山の壁が建っています。まあ、もともと、これ、阿蘇の山、ね、阿蘇山というのは、 えー、北外林山のこの、まあ壁と、えー、南外林山の壁が同じこう上で、えー、頂点を結んでまして、もう富士山よりか高い山というふうに、まあ地元ではよくね、私も小さい頃聞かされました。で、ただですね、その山というのが、まあ、要は噴火をするわけです。27万年前から9万年前にかけて、過去4回の噴火が起こります。で、そうするとですね、えー、まあ簡単に言うと、 イメージとしては地面の下にマグマ、えー、まあ土の中にですねあのオレンジ色の風船があると考えてくださいそれがマグマとしますでその地面にあるです、ね、風船がだんだん膨らんでくる圧力でこうだんだんとマグマだまりが、ね、水たまりのように溜まってくると最後も、ね、力でバーンと破裂して、ね、外に噴火して飛び出ます。 ね、風船がパンと割れました。そうすると風船があった部分というのがなくなるわけですね。空洞になって。そしてガラガラガラッと下に、上にあったものが下に落っこちて、えー、北のまあヘリですね。北外輪山と南のヘリ、南、えー、ですね、外輪山ができて、まあ、その真ん中にこう中央火山口ってまた噴火して山ができてるんですけれども、あのー、 ですが、その、ヘリとヘリに囲まれた間というのが盆地、いわゆる谷と言われてまして、北が阿蘇谷、もしくは北郷谷か北郷谷ですね、南が南阿蘇谷、南郷谷というように谷に呼ばれています。ですので、まあ、あの、ふもとから見ると、この大観毛があるあたり、北外林山っていうのは、 まああの千葉ロッテマリーンズの,あの千葉ですね、<laughs> マリンフィールドあの、マリンスタジアムみたいにこう、壁が連なっているような感じになってまして、見上げるに壮大。逆に北外林山大観望からこう、阿蘇のこの谷を見ると、こう、くぼ地にあるなと。そんな中で、この曇、ね、くもんだ地面、低い土地の中で、たくさんの方の阿蘇の方の暮らしがあるんだなということを感じられます。ちょっと少しですね、これ今、まあ、ジオパークということで、地質学的なことを、 ご紹介いたします、えー、続きましてこのね草原と姿というのもいいですねまあこれ大学時代私まあ社会科の授業も、まあ、取ってまして、まあ、自然地理学の先生が、まあ、麻生の授業は結構されるんですね、えー、その中でこういうふうにおっしゃってました、えー、ところでなぜ麻生はですね世界自然遺産に推薦されなかったんでしょうか、ね、皆さんねご察しつきますでしょうか、えー、というのはですね 明日は草原なんです。草原というのは人の手が入っている。いや、野焼きをしてるんですね。ですから、世界自然遺産というのは人の手が入ってはいけない。 ですね。ただ、阿蘇は草原ということは人の手が入っている。だから、自然遺産としては無理なんですね。ですから、目指すとすれば、文化遺産として、まあ、動き、そういう世界遺産を目指す動きがあると。まあ、今から、まあ、2007年ぐらいのこれ、話なんですけれども。まあ、現在は、あの、世界農業遺産として、阿蘇は認定されています。じゃあ、なぜ世界農業遺産に認定されているのか。そして、まあ、この草原の文化、えー、一つ、せっかくの機会ですので、ご紹介いたします。 あの、まあ、あ蘇ですね、この草原っていう一つ、先ほど私ちらっと申しましたが、実は野焼きを行ってるんですね。3月か2月か3月ぐらいに乾燥している時に野焼きをして、えー、あえてこう草原を作っているんですよ。というのもですね、あのー、こう人がですね、自然というのは、特にこの山の地域というのは、あの、人が手を入れないと、もうすぐ10年経てば、 結構な森、ジャングルになるんですよ。まあ、それはそれで自然なんですけれども、ただですね、あえて、阿蘇ではそういう、まあ、あの、要は、とか、まあ、苦地域もそうなんですね、大分の。えー、まあ、野焼きをすることで、一つは草原を作る。ですね。こう、まあ、景観もいいですし、まあ、この後でね、とある動物も出てくるんですけれども、えー、野焼きをして草原を作る。で、実際野焼きをすると、まあ、特に草とかですと、灰が出ます。 燃えた後ですね。それが地面に、まあ、帰ることで、良い肥料になるんですよ。だから良い土地にもなりますあの土地といいますか、土壌とか草原にもなります。さらに、阿蘇の場合は、肥後の赤串といって、まあ、黄色い飴の色をした、べっこう飴の色をした牛を放牧しています。これ放牧することで、まあ、一つはですね、草原、その、牛にとっては餌になります。 でさらにその草原ね草を食べてくだねくれることでええー、自然と ま、要は、維持管理もしやすい。草原の状態が保たれやすい。で、さらに、ま、その、牛が食べたものが、ま、便として、糞としてですね、えー、地面に帰ることで、さらに栄養がですね、あの、土壌が良くなる、良い、越えた土地になるということで、まあ、まさにその循環で、で、良い土地になると良い草もね、生えてくるということで、この循環型、です野焼きの文化と、その放牧の文化を入れて、えー、 サイクルですねぐるっと回ってるのがですね評価されて世界農業遺産にも認定されました,またあのー、同じ大学の時社会科であの経済学の先生もこの阿蘇のですね え野焼きと放牧の、えー、経済サイクルというのが非常に注目ということであの研究をされていました。こうやって見ると本当に何気ないまあ風習であるとか、えー、文化というのが実はその土地で生きるためにはですね大切なことであるんだということにまあ気づかされた、まあ、今回の,のです、ね、大学時代の取り組み事業でございました。えー、もう一つですねその大観門近くを走っている まあ、これおすすめなドライブコースなんですけれども、ミルクロードというのがございます。えー、まあ、あの、牛乳を運ぶというか、先ほどご紹介した通り、あの、放牧とか酪農もまあ盛んなんでしょうがね。まあ、昔からミルクロードという名前で有名でした。余談ですけど、あのー、中学校の若い間の時にですね、あのー、ね、 ずっと東南アジア通って文化の道を何というかシルクロードなんですけどこの「し」の字がですねあの綺麗に書かないと「見に見えて「ミルクロード」になるよっていうねそういうお話がね昔中学校1年生の時にありましたけどもここはあの本当に眺めがよくてもう天気もねいい時は本当草原とかダイナミックでで本当夏とか気持ちいいんですよドライブしててもツーリングしててもですね ただやっぱこう気をつけていただきたいことも実はございます。まあ一つがですね、交通安全ですね。このバイカーが走ると結構やっぱ事故が起こるんですよ。で今、その春の全国ですね、交通安全運動も行ってますけれども、えゴ、ー、ールデンウィーク大型連休になると本当にこの阿蘇地域でもですね、 えー、結構バイカーさんですね。バイク乗ってる方の事故も多いですし、何回かこう救急車で運ばれてるとこも現地で私見たことがございます。あの、カーブも多いですし、交通量も結構観光道路で平日でも多い。で、そうしたトラックも結構通るんですよ。林業の、あのー、木を木材運ぶ牽引車も通りますので、あのー、交通安全、まずお気をつけください。 もう一つ、まあ、交通安全にも絡むんですけれども、あの天気なんですね。あのー、今、今日はですね、えー、晴れていますけれども、結構私がこうミルクロード行って行ったら、この山の上なので、結構雨が降ったり、もやが、とか霧が出たり、そして、あの、雪も結構降ります。 えー、で、ついでに言えば、ちょっと交通安全の時に言えばよかったんですけど、パトカーも結構通るんですね。ですので、そういう意味でも交通安全やいいマナーもそうですし、この視野が悪くてですね、これでまた事故になったら大変です。というのも実は私、このミルクロードで、もう大事故に会いかけたんですね。冗談抜きで下手すら死んでた可能性もある、そういう出来事がございました。それが2007年の 5月、6月ぐらいです。まあ、大学のサークルのメンバーですね、先輩の運転で、私、後部座席に座って、あの、朝の大官望に行きました。よりによって、えー、その日の大官望が雨で、しかも霧でした。本当に視界が悪いんですね。ちょっと先、一寸先も見えない状態です。その中で、まあ、先輩が運転していて、私、後部座席乗ってて、ね、楽しく会話してたら、いきなり前の車がパッと止まったんですね。 で、先輩も急いで止めて、私たちの車もパッと止まりました。その次の瞬間、ブブっていう、シャーって、ちょうど後ろを走っているトラックが、もうあの、私たちのこの、横ですね、右側の車線、反対車線には,はみ出して止まっていたんですね。 えー、幸いそのまあ要はですね視界不良であのトラックも多分ブレーキが遅れたのかなんかだったんで一緒に逃げたんですけれどもえー、これまあ対向車線幸い車も来てませんでしたそしてえー、でもしですねこれがトラックがそのままま、えー、っすぐ突っ込んでたらあの結構こ 横に避けてたんですけども、下り坂でしかも、えー、私たちの道路の、えー、車の半分ぐらいまで来てましたから、ひたすらもう私とか潰れてましたね。あのー、それほど本当に怖いんでですね、視界が結構不良で、あのー、難しいのでですね、運転本当に何とど気をつけてください。まあ、それをですね、ちょっと一つ言いたかったのと、もう一つ雪ですね。 これがね、また私も厄介なものでして、昔あの大学4年のですね、えー、もう卒業,前、まあ、その卒業前にですね、ちょっと熊本市から、えぇ、ー、黒川温泉までちょっと原付きで行ってみようかなということで、1月ですね、えー、まあ菊池通って、で、日田通って行くんですけれども、私が日田に入った時ですね、 どうも一本道間違えたようで、えー、そのまま進んでいくと、えー、出てきたのがですねオートポリスというサーキット場でしたあのーまあ、この時点で私地図見て気づいたんですけれども全然違う方に向かってると、ね、もうまさにあの大官房の方に向かってたんですね で、そして、よりによって、雪がもう、とにかく降ってて、この阿蘇や日立地域というのは、あの、九州の中でも、えー、結構雪降るところでして、で、バイクではね、原付きだったんですけれども、走るのにね、スリップ仕掛けたり、登るのが黒、ね、苦労したりとかなりきつくて、で、よし、その剣道をですね、上に登って、着いたのと思ったら、 ずーっと前そこにいた大寒もい続くミルクロードというか、上の大地でして、見渡す限り、もう2、3キロ先まで、雪、雪、スノーっていう状態でですね、もうあの、絶望しましたね。あの、何もなくて、ほんと草原っていうか、もともとですね、そんな建物とかある場所じゃなくて、もう山の上で、えねえ、 ちょっと早く行きたいけどもスリップしそうですし、で、おまけにもう一つの敵、それがあの、ガソリンです。ガソリンがもう切れかけてたんですよ。もうその焦りと、ね、ずっと一寸先、どこ見ても、雪景色で、もう途方に暮れても泣きそうになりましたね。早く逃げ出したいですし、ね、早く駆け,駆け抜けたいけども、ね、雪で危ない。 あの正直人生でさすがに大官房を原付で行くことはないだろうと思ってたんですがまさか、えー、その日が来るとは思ってませんでした別に願ってもなかったですけどもね でもう結局やっぱ雪が相当降りますので、通行規制なども、えー、この大観望付近よく発生いたしますので、あの道路交通情報や、あの道の間違いには何とぞご気をつけください。えー、なおですね、えー、最終的には、えー、小国町に行ってガソリンもギリギリ間に合いました。そして無事黒川温泉にも入ることができました。ただ、 帰りですね。えー、熊本市に実は帰らず、そのまま大分県の私、実家に帰りました。えー、もう地図をご覧いただけるとですね、もう黒川温泉まで来ると、ほぼ実はもう大分県との県境です。で、えー、熊本市に帰るにしても、まあ私、文豪の市というところなんですけども、えー、文豪の市に帰るにしても、割と実は同じぐらいですし、 ももうう熊本市に帰ろととしててちょっと夕方りかけててで前半のそのねトラウマ雪道のトラウマとか道に間違えたトラウマで熊本市に帰れる保証がないということでもうあえて逆にも黒川まで来たなら私はもうね九十抜けて竹田通って帰ればもう文豪のに帰れるまあ,ある意味王道のルートを知ってましたからえちょっと親に出ましてちょっと今からもう大分帰るけんって言って急遽大分に抜けて帰ったのを覚えてます。 まあこんな感じでですね、いろんな、やっぱ、標高も高いところですし、山道ですので、この気象とか、あとカーブの道などですね、交通安全にはぜひお気をつけください。その上でですね、この大観望というのは本当にポテンシャルが良くて、本当におすすめな場所でございます。本当にこの絶景、あの、 まだねお、お越しになったことない方は、ぜひ、お楽しみくださいというところでですね、まあ、今回この、阿蘇のですね、大官房の思い出、まあ、エトセトラを語らせていただきました。まあ、何か参考になれば幸いでございます。えー、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。よろしければ、いいねボタン、お待ちしております。そして、チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、また